ののんの延岡おいしいもの見つけたの時間がやってまいりました。さあ今日はですね、なんと延岡市ではなんと札幌ラーメンのおいしい店にやってまいりましたよ。なんとですね、名前は麺屋藤福さんにお邪魔したいと思います。今日はですね、卵の縮れ麺、ね、自家製でおいしい麺をですね作っていただくということで本当に楽しみにしております。それでは店内の方に今からやってみたいと思います。それでは行ってみたいと思います。こんにちは。Enjoy life.
待たせいたしました。赤味噌ラーメンを今ご紹介します。赤味噌ラーメン。卵がなんと2つ入っている私の大好きな煮卵ですね。すごい札幌ラーメンの煮卵の味噌ラーメン、はいはいはい、赤味噌のですね、はい、しかも赤味噌ということで、はい、今回楽しみです。初めて、私初ですね。あよろしくお願いします。それではいただいてみたいと思います。楽しみ。はい、早速いただいてみたいと思います。うわ楽しみ。私、こちらの美味しそうな麺ね、うわすごい、おーもちもちしてそうですね。おー、それではいただきます。なんと麺がですね、縮れ麺でシコシコして、なんともっちもちです。おいしい。一口いただいてみたいと思います。こちらはですね、札幌ラーメンの卵の、ちしれ麺、これは初めてだそうです。延岡でも初で、宮崎にも初の、機械がですね、麺の機械があります。後でですね、ちょっとご紹介しますね。だからこんなにね、美味しいですね。ちょっとスープも食べてみたいと思いますので、いただきます。お味噌の味、そしてコクが、深いです。奥深いです。すごくね、まろやかにねできておりますね。本当お口の中にとろりとね、胃袋まで、腹股に染み込みます。美味しい。私のそして大好きな卵ちゃんこちらですね、煮卵大好きなんです。煮込もね、入ってるなんてね、すごく、店長さん太っ腹ですね、本当にですね、もう食べ応え満載です。これ美味しいです。もちもちしてね、そして私の好きな煮卵ちゃん食べます。まろやか。本当にこれね、本当にあの味がですね、濃厚に染み込んでますね。もう卵の全部をね食べましたけど、味も染み込んでます。すごく美味しい。どんどんいけちゃうんですね。はい、店内にやってまいりました。はい、今日はですね、なんと延岡市なんですけれど、札幌ラーメン麺屋富士福さんにやってまいりました、店長さんのこちら福ちゃんです。よろしくお願いします。名前は後藤さんですね。はい、そうです。今日はよろしくお願いします。ご紹介の方よろしくお願いします。はい、なんとですね、今日はいろんな麺で食べてきた私なんですけれども、なんと札幌ラーメンにもちょっと変わった麺の評価で麺を開発されたということで、まあ、私があのそうですね、大好きな北海道ラーメン、で、北海道に行った時に食べさせてもらったラーメンを、そのままレシピを教えてもらって、で勉強させてもらってですね、で、12月の5日
作にですねからあの地下製麺に移ったということで、はい、まああの県内はもとより九州でも少ない卵縮れ麺の自家製麺っていうのでですね、はい、毎朝作らせてもらっています。はい、なんか私前にお客さんで来たことあるんですけれども、麺がね、もうその時の麺もしっかりしてコシがあって美味しかったんですよ。なんとですね、本当今日はですねその麺を楽しみに今からいただくので本当ご紹介ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。うん、美味しいですね。麺がね、本当にシコシコして、本当にほら、ね、卵麺の縮れ麺ですよね、これ。ほんと縮れてますよ。でもシコシコしてね、もういくらでも入ります。もうもちもち感がね、違いますね。一回も。なんでこんなにもちもちしてるんですかね。ありがとうございます。実はですね、うん、ここ今食べてもらってるのは赤味噌ラーメンっていうラーメンなんですけど、まずあの赤味噌ラーメンというのはあのうちの味噌ラーメンと赤味噌ラーメンという味噌2つのタイプがございますが、赤味噌ラーメンというのはあの簡単に言ったらあの赤だし、味噌、あの味噌汁の赤味噌、うん、赤だしのがメインになってる味噌なんですけど、ちょっとコクがあるっていうのが特徴ですね。はい、コクがあります。美味しいですね。何が入っているかちょっと企業秘密ですけど聞いてみたいですけどね。ああ普通の味噌だけではなくて、あ赤味噌です。そうですね、うん、この味噌自体もやっぱ赤味噌も、うん、あの北海道から取り寄せている、はい、でも一種類じゃなく、まあ、あのまろに深みを出すために、まあ、3種類ほどブレンドしてるで、メインが赤だしにも使ってるのが赤味噌ですね、はい、ですからですね、本当にコクがですね、一種類だけじゃないなと思ったんですけど、はい、うわ、美味しい。それに煮卵がもうスープしっかり吸ってもね、ありがとうございます。まろやかな感じですね。一つ一つ麺もですけど、うんはい、チャーシュー、卵、メンマ、すべて手作りで作っています。すべて手作りですよ、皆さん。すごいですね。そしてこのチャーシューも肉厚でたっぷり入ってますね。ちょっといただいてみてもいいですか。うん、おいしい。この豚の甘みといいますか、本当にあのとろっとしてね、甘みがあるし柔らかいですよ。すっごいおいしい。私豚大好きなんで豚肉大好きです。
待たせいたしました、味噌ラーメンチャーシュー丼っていうので。おー、すごい、たくさんボリューミーですね。チャーシューがなんと、うわ、何枚も入ってる。うわー、これがこちらの福ちゃんの、スリープ自慢のチャーシュー麺ということですね。うわ、早速いただいてみたいと思います。あ、嬉しい。はい、こちらですね、とね、チャーシュー麺ということで、ね、スープが本当にとろーり、美味しいです。やっぱり、ね、コクがありますね。そして飲み口ですかね、ぐーっと入ってきます、スープ入ってきます。程よいまろやかさ、なんとも言いません。ね、寒い冬にね、ぴったりですね。もう寒いと思ってこちらに来て、スープを一口いただくと心の中がほんわりとしてきます。すごい温かくなってきました。最高です。こちら、ね、もう自家製縮れ麺というのはですね、本当に嬉しいですね。私縮れ麺大好きですね。さっきも言いましたがね。いただきます。滑らかでですね、程よいコク、そしてコシがあります。なんといってもこちらの麺はやっぱりコシが命ですね、うん、もう何とも言いません。シコシコして、コシがね、もう本当にもちもちして美味しい。はい、チャーシュー麺ということで、ね、ボリューミー、なんと見てください、ズームアップカメラさん、ほらステーキみたいな感じですね。肉厚、すごい。そして何枚も入っています。ドーン、見てください、すごいですよ。じゃあ早速ワクワクですね。チャーシューいただいてみます。一口で、いただきます。豚肉の甘み、それと、ね、こちらのスープが絡まって、本当に絶妙です。これもう絶品です。もう絶妙、絶品、絶賛とトリプル絶品みたいな感じですかね、うん、ぜひ食べてみてください。甘くてコクが本当にあります。しっかりとしたね、豚肉の甘さ、参りましたね。これ2枚目いきますよ。私本当入ります。もう口の中でとろーりと溶けてきます、豚肉が、何とも言えない甘さですね。これは麺と一緒に混ざると全く合います。幸せホルモン、おいしい。はい、そしてですね、なんと次はシナチクちゃんです。おー、ツルンツルンのピカピカ光ってます。いただきます。サクサク、サクサクしてます、おいしい。シナチクはなかった、他のところとまた違った食感があります。サクサクですね、美味しいです、
しい。これだけでもビールのお供とかですね、いただけますね。ご飯のお供であればですね、最高です。本当に美味しいですね。ありがとうございます。これはやっぱりあの力、もう心から力が入ってますね。いや嬉しいです。やっぱりあの剣道のおかげです。これ何ですかね。あら、メイヤフジルクさんがもしかしたらこれ剣道の、そうです、タレネームですね。やっぱりですね、麺は打つということで、うまい、同じですかね。麺の打ちどころが、そうですね、はい、私もですね、魂込めてみてます。もう剣道をされているということですかね。はい、小学校の頃から剣道してます。すごい、剣道小学校の頃からして、はい、何年間ぐらい。もうそうですね、もう私が今44なんで、小学校1年間、まあ、だいたい38年はやってますね。38年ですよ。今もやってます、ね、今もですか、はい、素晴らしい。副将、ね、はい、首相いますよね。あ、もう先方から大将までやったことあります。切り込み大将みたいな感じにもしますけど、やったことありますね。いやもう、さすが宮崎兄弟を、いやもう、いやいや、まだまだもう、あ、麺って感じですね。麺が美味しいですね。はい、でこちらの、はい、ね、北海道の、麺、はい、では小麦が、そうですね。実はこれ、そうですね、北海道産の小麦を使用しておりまして、うん、まずあのブレンドをしております。で中力粉と強力粉っていうのがありまして、うん、はい、まず中力粉っていうのがつるみとか滑らかさを、出すための中力粉、はい、とあと一つの強力粉っていうのは腰だの、腰とかあともっちり感とか、そういったのをあのうまくブレンドしながら、ちょうどよく作っておるんですけど、やっぱり季節とか、湿度とかによってやっぱ水の調整も難しいんで、もう正直自分で納得できなかったら捨てたりしてる、はい、もうそこでやっぱもう妥協して、やっぱそうですね、こだわって美味しいものをやっぱお客さんに食べてもらいたいっていうのがやっぱありますんで、それこそやっぱ妥協したらその分剣道と一緒で弱くなるっていう、そこまでね考えておられるっていうのは素晴らしいですね。美味しいものを食べてもらいたい。もう朝も5時6時ぐらいに起きて店に来て、もう仕込んで、もう それも朝昼に来る食べるお客さんの笑顔を想像しながら作らせてもらってます。もう見えるんですよ、お客さんの笑顔が、ね、いやもう多分もう美味しいと思います、はい、っていうお客さんの笑顔をやっぱこうイメージしながら食べてもらいたい。もうボリューミーでね、お肉もうお肉がもう熱いですね。ありがとうございます。はい、もうこのお肉はもう何時間煮込んで、はい、そうですね、もう朝からもう約8時間煮込んで、で醤油ダレにつけて、はい、まあ10時間以上はやっぱ正直漬け込んでます。また漬け込みすぎて、まあ、崩れないようにですね、ちょうどよく程よくやっぱバランス考えながら、はい、毎日こだわっておられるってことで、しっかりされてますね。本当にやっぱお肉が好きな方は本当、うん、お肉が好きなんで、できるだけボリューム出して、うん、ご飯を提供しております。嬉しいですね。お客さんももうこんなにお肉がね熱いとですね、おステーキ食べ行かなくてもお肉に来れば素敵に調ですね。ありがとうございます、うんうん、どお肉が甘いですね。このスープのね、もうスープのコクを全部このチャーシューが一滴たりとも逃さずギュッと全部吸い込んでますね。美味しいところもついてますね。美味しい。店内がですね、本当ですね、いいね香り、これね、もうこの豚肉のチャーシューの匂いがパワーンとして、もうなお一層食欲がね、もう1杯でも2杯でも出てきそうな感じですね。ありがとうございます。すごいですね。もう何種類あるんですかって聞いてもいいですかね。はい、まあ、ラーメンの種類は、味噌ラーメン、赤味噌ラーメン、塩ラーメン、醤油ラーメン、あともそれにトッピングですね、チャーシューとかコーンとかバター、はい、もやし、ネギ、はい、トッピングはいくらで1つそうですね、チャーシューが
大体4枚で250円、うん、あとはもうあの各100円、あとちょっと辛いものが好きな方はピリ辛味噌ラーメンっていうのもございます。ピリ辛、それもなんか私も辛いの大好きなんです。ピリ辛味噌ラーメン、これもまたもう人気になってきてるんじゃないですか。そうですね、やっぱ冬などを、まあ、もうちょっと辛いのが足りない方に関してはもうまたあの、うん、ピリとかいろいろあの辛いものを入れして、はい、その調整もできます。これも楽しみですね。もう個人的にまたね、ぜひ寄らせていただきたいと思います。それね、もう本当にですね、店内も餃子もあるし、はい、ね、チャーシュー丼っていうのがあるのがですね、今目についたんですけど、面白いですね。ありがとうございます。これはもうミニミニ尽くし。そうですね、ミニチャーシュー丼、ミニ崩しチャーシュー丼。うん、もうこれは丼の上に。そうですね、あの小さい丼に、うん、まあ、ラーメンとあとちょっとなんかご飯物が欲しいという方もいらっしゃったんで、うん、それであの、まあ、チャーシューを刻んで、それをあのご飯にかけてチャーシュー丼をつけて食べてもらう、うん、いいですね。さ、私は先ほどのもうチャーシューにハマってるので、あれだけでも、もうビールのつまみにしたりですね、丼物に乗せようかなと思ったらこのメニューがあったんですよね。気づいたら、もうやっぱ考えてますね。もう普通ですね。手作り焼き餃子、毎日食べたい富士福の餃子。ね、すごい。もう手作りで、あの、まあ、キャベツからニラから、うん、はい、刻んで、もう包みもみんなで一緒にやっています。先ほど綺麗なね、女性の方が2人ね、お店の玉娘ですか。そうですね、はい。2人は奥さんですね。いや、あの、違います。はい、違う。だけど、あの、もう創業から手伝ってもらってる2人です。あのような綺麗なね、女性の方が2人いたので、もう看板どころじゃなくて、もう本当に PR になりますね。いや、本当助かってます。いや、もういろいろとあの、自分がなかなか、あの、目が、あの、届かないところもちゃんと聞くし、やってもらって本当助かってます。そう、お綺麗だったので、ぜひね、お店、女の子たちを見に来てくださいね。なんとですね、こちら、どなたのサインなんですかね。びっくりしました。あの、小川直也さんのサイン。はい、すごい。この方は、あの有名な、はい、そうです、プロレ、柔道家であり、はい、プロレスラーでもありますね。はい、すごいですね、来られたんですね、11月、はい、もうこれは営業、開業してからですね、もう3、うん、2年経つぐらいの時に来ていただいて、この席に座って、あ、私の席ですね、今座ってる。わぁ、嬉しい、なんかおかおかしてきました。サインの色紙を渡したんですけど、はい、その前になんかマジック貸してくれって言われて、はい、それとあのサインには何も書いてくれなくて、いや、なんで何も書いてくれないのかなと思って、帰り際にもう一度すいません、サインお願いしますって言って、気づいたらそこに書いてくださってたという。素晴らしい、ナイスアイデアですね。嬉しいですね。いや、嬉しいです。はい、で、また来ますって言ってから言ってくれてたんで、うん、いや、もうありがたいですもんね。そうです、もう二度見しました。小川さんがまさかこの店にっていう。すごいですね、もうこれは全然になりますね。いや、ありがたいです。はい、で、何を食べられたんですか。やっぱ味噌ラーメンですね。味噌チャーシューですね。はい、うわー、流行りますね、味噌チャーシュー麺が。やっぱボリューミーで、もうお肉大好きでしょ、あの方たち。そうですね。やっぱ丼が小さく見えました。大きい方だったんで。ですよね、まだ食べそうですね、3杯ね。やっぱりお肉が好きで、チャーシューがダーッと乗ったのに注文されたということですね。もう力もモリモリですね、あの人もね。ハッスルハッスルだと思います。小川さんのもう顔をね、もう PR になりましたね。あの人みたいになれるかも、強くなるかもみたいな感じでね。はい、ありがとうございます。また同じ席で。今日はですね、本当に美味しいラーメンの、ね、数々食べさせていただきました。まだまだですね、食べた後でも食べたいと思って胃袋がなるのは何ででしょうかね。ありがとうございます。やっぱ8時間煮込んだチャーシューとですね、もう小麦から北海道のね、はい、もうすっごい麺が全然違います、ね、ありがとうございます。本当にね、店長さんのご苦労がですね、もうたっぷりこのね、
もうラーメンを食べてからもう染み渡ってきました。ありがとうございます。はい、この美味しいねまたラーメンを食べていきたいと思いますけど、お客様がですね、はい、来られる、はい、まあ、曜日とかをね、はい、楽しみにしてると思いますけど、はい、カメラに向かってでも大丈夫ですけど、はい、営業時間などを教えていただきます、はいはい、営業時間は、11時から、まあ、一応3時まで、で、6時から夕方の6時から11時までなんですが、やっぱりどうしても一つ一つ手作りで麺を作ってるものですから、麺がなくなり次第の営業になります。だから夜が最近ちょっと、9時とか10時ぐらいにちょっと閉店する時もありますので、もしご連絡いただければ手力とかもしてみますので、ぜひご連絡いただければありがたいです。あと定休日は月曜日になっております。はい、場所の方は、市役所通りの、市役所から東に30メートルに、ございます。駐車場は5台ございますので、もし分からなければまたお店でもお電話でもいただければご案内いたしますので、ぜひご来店お待ちしております。もうですね、はい、もうたくさんの種類の、ね、ラーメンを、はい、もう本当にメニュー表を見ただけでもワクワクして、名称もたくさんあるんですよね、これ載っている他にもあるということで、で、餃子ですね、この羽根付きっていうのが興味もう心身ですね、美味しそうですね、パリパリしてビールに合いますよ、ね、そうですよ、はい、こんなにね美味しいと、もう座敷に座ってゆっくりね、食べて、またビールもね飲んで、もうゆっくりね座敷もありますのでね、ぜひお越しくださいね。はい、今日はですね本当に美味しいね、もうラーメンの数々、もうラーメン街のラーメンストアみたいな感じでですね、たくさんありすぎますね。もうラーメン通のあなたはですね、もうこの中で選ぶ楽しみというのがあるので、ぜひもう本当に選ぶね、楽しみ、これで来ますよね。はい、本日はですね、ウシフの、ね、福ちゃんこと後藤さんに今日はご紹介いただきました。本日本当にありがとうございました。すいません、ありがとうございます。